俺、きなちゃんいた。聞きたいのはあなたの方かもね。そう。私が何をしているのかって。うん。何してんの？ごめんね、私。心配ばかりかけてるのね。うん。なんか旅に出るんじゃなかったっけ？でも聞いて。私、代表官に。そう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 。だから、お守り取りに来たんだけど。ドラゴンについて知ることができれば、私はあなたの力になれる。おお、ありがとう。代表官には、そこでしか手に入らなくて、ありがとう。私、やり遂げたいの。もちろんあなたの力になるから。大教会ってどこにあるんだろうね。あなたなら私を行かせてくれると思ってたわ。どこにあんの？だから今もシスターに頼まれて私のために必要なものを探してくれてるの。そうそう、なんで知ってんの？私が気づいてるってこと、シスターに内緒ね。はい、できるだけ離れないでね。さあ行きましょう。積もってライトつけなきゃ。キナちゃん一緒に行くの？これはセーブしないとね。ここにあれば、一番近いから。ダメだよ、おい。反対回んなきゃいけないけど、どうしたらいい？じゃあさ、一応ブックマークしてあるから。あっちから行くか。ちょっと用事があって戻ってきて、ここにあればなっていう話で来たんだけど、なかった。きなちゃんどっか行っちゃったよ。どうしたらいいの？やばくね？まあ、夜中に行ったところに行くか。ここだよ。いるのかな。離れないでねって。離れちゃったじゃん。大丈夫かな。やり直しか。このように人目につきにくい場所は何かを発見できる可能性があります。この辺りだったよな。うん、こっちの方がでかいから、俺がレベル上がっちゃう可能性高いから。ん？何かあります？今は訪れるのはほとんど古い場所です。いないじゃん。まだこの地に本領が進む。現在の共存の力が広がる。扉が開かなくてもこの昇降機は使えませんね。ねえ、どうしたらいいの？レベル上がっちゃうかもしれない俺。アーベットが潜んでいます。アーベットが現れました。炎が着くてですね。どうぞ、我の好きなアーベットが、またアーベットが現れました。また仕掛けられていることもあります。頼むよ。あ、キナちゃんいた。おお、戦ってるよ、キナちゃんも。あ、きなちゃん一緒ならしょうがないな。ここで戦おう。やばい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 。大丈夫かな。あ、結構平気だ。大丈夫か。明かり照らしたよ。これのこと？もう前に一回やってるよね、これ、俺たち。アーベットがいます。まだまだやります。何かあります。神聖魔法の攻撃を踏まえてみましょう。うん、ありがとうね。どっち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 。あ、お前か。
ん？爆破した？ああ。リサちゃんの魔法ね。できんの？どれどれ？どの明かり？あ、これ？あ、できるんだ。知らなかった。あ、これダメだよ、これ。煙出てるもん。煙出てるの罠なんでしょ？ 2 階に行かなきゃいけないってことかな。こっから回ってきてぐるぐる回ってるだけだ。これで？え？見つけた？それって罠じゃないの？見えないんだけど光で。これ火つけられるんだっけ？あれ、なんか浮いてる。マンドレック嬉しい。あれ罠だよ、罠。これか。こっちだ。どっちから行ってもいいのか。あ？集める？ああ、もう集まってんじゃん、いっぱい。ほい。もう証人も、なんだっけ、誓約書みたいな、嘆願書みたいなもん。か、ここ行ってあれ、こっちだ。ここは行けないから。行けない。これやばい。レベル上がっちゃう、多分。やば。何かあります？ありがとう。うん、なんかやってくれた。あ、守りの魔法してくれたんだ。ここか？え？
全然違くね。あ、ここか。あれ、あ、こっから降りる、うん、あ、ここ行ったことないわね。群れ？どこに？行きますって、どこにいんの敵。あ、いた。うん、ありがとう。ああ、ここか。ああ、ここ来てないよ。やっとなんか、たどり着いた的な。いやー、よかったよかった。金が。獣人？あ、あれか。まだいんの？え？どこに？獣人じゃないじゃん。そう、これ開けなきゃ。あ、大したもんじゃなかった。あ、でもここで初めて。あ、なるほど。おお、なんかあるね。わ、なんか強そうなのがいる。オッケー。最悪の敵なんだ。いやー、やめて。え、正気を失った時の薬持ってきてないよ、俺。応急薬でいけんのかな。黒樹刀じゃないから、薬の用意が少ないよ。ねえ、きなちゃん大丈夫かな。あ、あとちょっとだ。いやー、時間かかった。面白かった。ブリオ、これか。やったー、やっと手に入れた。いや、お前こっから帰れんのかよ。え、行っちゃったよ。本当かよっていう。お金は増えたね。ちょっと待って、まだなんかあんじゃん。あ、そうそう、
エリンちゃんじゃなくて今度はキナちゃんの。キナが大都会へ来たがっているのはあなたが各社だというのと関係がありそうですね。持ってきたよ。少しでもあなたの力になろうと。そっか、いい子だね。今まさにドラゴンに襲われようとしている時に、本土に長い旅をしてまで知識を得ようとする、私はそうは思いません。そうやっていかなる時でも。え、それ聞いた、この間も聞いた。はい、ありがとうございます、各社様。やった、準備が整いました。うん、キラの門出を祝う祝福の品を早速用意しましょう。よかった。キラ、いよいよ出発ですね。一人で行くのやばくね。この修道院の大事な仲間でした。そんな、シェスター、私の方こそ無理して出ていくようになりました。いいえ、大教会に仲間を送る。おお、そうか。素晴らしいこと。さあ、その門出を祝って、一つ私たちから贈り物をさせてください。きなちゃん一緒に探してくれたんだけど。これは。そう、探してくれたのはこれだったのね。すごく大変だったし。いや、一緒にいたじゃん。本当に一緒にいたのに。頑張って。戻ってくるのかな。一人で行くのがすげえな。終わった。終わった終わった。走ってもいいかな、もう。なんかくれたのかな。あ、おじさん。引き男爵。そうだよね。ひなちゃん一人で行っちゃったのかな。大丈夫か。どっかいない？あ、おばさんしかいない。うわ。じゃあ行っちゃったんだ。うわ、すげえ。まあ、いっか。これで終わりだ。